ちゃんとお酒じゃないこれ。回すんですよね。違いますか？あの全然いいです。初手、こんにゃく。好きに食べていいって言ったのに。あのすごいわ、弾力が。キリーさんのですね、ボイメンレターの撮影で今回は、二層でも、食べさせていただきました。そこをたくさん撮っていただいたんですけれども、やっぱ名古屋って言えば味噌で、僕もですね、やっぱちっちゃい頃からこう慣れ親しんできたこう味噌おでんをあんまこう逆にお店で食べるって機会はなかなかなかったんですけども、やっぱお店だからこそのちょっと変わり種のこの種があったりだとか、やっぱこのコクが違ったりだとか、もうあのすごく美味しそうな顔をしてると思いますので、あとちょっとあのおでんならではのこのハプニング的な顔とかももしかしたら映ってるのか映ってないのかちょっとわからないですけれども、あのすごく満喫してる吉原が見ていただけるかなと思いますので、ぜひ皆さんご覧ください。お願いします。